松戸競輪場。松戸競輪場は、千葉県松戸市にある競輪場。主催は、松戸市。競技実施は、ャカ・東日本地区本部南関東支部。施設所有及び業務包括委託は、松戸興産、株式会社。実況は、東京伝説工業で担当は、藤崎敏明、相原徹及び鈴木城の、 松戸競輪場は1950年に開設された。記念競輪は毎年8月中旬に三3ダイヤモンドカップ争奪戦の名称で開催されるのが通例となっている。なお2010年度は次期移動で2011年1月、2011年度は7月に開催され、2014年は12月、2017年は9月末から10月に開催される。 2018年度は、千葉競輪場の改修に伴い、松戸競輪場で、千葉競輪の記念競輪を開催予定である。また、現役時代は、日本選手権競輪完全優勝をはじめ、フラワーラインの一角であった、吉井秀人を称え、吉井秀人杯フラワーラインカップが開催れている。特別競輪は、直近の二千十年を含めて、過去四回日本選手権競輪が、 2007年7月と2014年8月と2018年7月にサマーナイトフェスティバルが2011年には最後の SS シリーズ風光るが2015年9月と2016年8月にはオールスター競輪が開催された。今後は2019年4月30日から5月5日まで9年ぶりに日本選手権競輪が開催される予定である。 2002年7月30日からは、ナイター競争、ファンタジーナイトレースを実施している。なお、2004年7月から、永久ツイントーナメントで前半は、マーサステージ、後半は、タミンゴステージ、ナイター競争時には、前半が、トワイライトステージ後半が、イブニングステージの名称で行われていたが、2005年6月10日を、もって終了した。 地理的に東京都心から約30分程度に位置し、乗り換えなしでアクセスできる利便性の良さや、施設及びバンク等の設備は、数ある競輪場の中でもトップクラスと評価が高い、ことから、川崎競輪場に次ぐほどの集客能力を誇る。1980年から1989年まで、エホバの承認の地域大会、現、地区大会、 ただし1981年は、所沢市西部園競輪場が開催された。2010年には、夢半島千葉国体の会場として使用されている。マスコットキャラクターは七福神のベザイ店をモチーフとしたマッピー、頭部は松戸玄産の20世紀なし。まだガールズ競輪が開始される前の2007年頃から、ラブ級というユニットによる模擬レースを メンバー変更しつつ実施していた。2010年の第63回日本選手権競輪開催を機に、場内スタッフのユニフォームが一新された、デザインは CFD 東京ファッションデザイナー協議会が協力。2009年4月13日の開催からは、重勝式投票、チャリロトの発売を行っており、2011年12月からは、 現地での会員登録により、現金扱いが行えるようになる。なお、東日本大震災で被災した鳥出競輪場の開催分を2011年8月と9月に登場で大体開催し、9月には記念競輪が開催されたが、この大体開催の茂勝式は鳥出の K ドリームスとしての扱いとなった。 本場の締め切り前 BGM は5分前にトップガンのテイクマイブレスアウェイ、3分前にリチャード・クレーダーマンの愛のオルゴールが流れる。放送機器を更新するまでは3分前の曲が7分ほど2コーラス以上流れ、さらに1分前のベルが3分ほど流れることもあったが、現在は時間通りになっている。一周333メートルで通称サン,サンバンクという 小ぶりなバンク。全国の中でも直線が有数の短さで、関東が333メートルで最も浅いこともあり、逃げ有利なレースになりやすい。めくりを決めるならば、残り1周から駆け出し、2コーナーからバックまでに前段を飲み込むとすんなり決まる。1着の決まり手は逃げ及びまくりで60%、2着はマークで50%に達し、ラインが 上位独占することが多い。このため、筋違いは、後輩等が期待できる。小手を踏むと、最後、本命を背負った選手が何もできずに着外に沈む、こともある。競りは、ルール上からも、カントの浅さからも因が有利。激しい競りが繰り広げられ、落ち者や失格も他の競輪場に比べれば多い。バンク上の選手に対する、風の影響は、 バンク全体が観客スタンドに囲まれてはいるものの、屋外の333メートルバンクで唯一、全周外側がポリカーボネート、透明板と建物で塞がれており、走路に入り込んだ風の逃げ道がないため、風向きによってはバンク内で風が渦巻くことがあり、常に向かい風が吹いていると語る選手が多い。よって選手にとってスピードの出しにくい重いバンクといえ、 風よけになる戦闘誘導員などの役割は非常に大きい。松戸競輪場にはメイン、第1、第3、バック、第6の各スタンドがある。結番の第2スタンドは現在のメインスタンド建設に伴い撤去され、メインに統合された。ゴール前にメインスタンドがあり、数字順に半時計回りイコール選手の走行方向にバンクを囲むようにスタンドがある。 なお、場内は一周できるが、360度、全方向からのレース観戦は、有料スタンドからでし、行えない位置もある。なお、文章中の値段には入場料100円を含んでいる。4コーナーコール1コーナーに設置。観客席だけでなく、審判席や実況席も設けられている。1センターに設置。全席有料席で、場外発売時でも利用できる。ただし、 工事のサービスは提供されない。バックストレッチに設置、全席一般席。3階は、第3スタンドの特別観覧席が設置されるまで、特別観覧席とされた、当時600円。その名残りとして、直接3階へつながるエスカレーターが現存していたが、近年の入場者減少を受けて3階、そのものを閉鎖しエスカレーターは運休した。 ただし2010年3月の日本選手権経輪、開催期間中は臨時に開放された。2センターに設置、全席一般席、スタンド内上部に順位、払い戻し表示板及び大型映像機、ともに、登場のトータルゼータシステムを担当する富士通、フロンテック製がある。当地開催の第54回日本選手権経輪により、場外発売への対応から設置された。 平成13年2月15日稼働。画面サイズは463インチ。このほか、メインスタンド裏には初払い、自動券売機が設置された冷暖房完備の休憩所や、元競輪選手の山口邦夫のガイダンスコーナーも設けられている。関東地方の競輪場には、珍しい独自の CM があり、同市に住む斎藤洋介が出演した。 撮影場所は JR 松戸駅西口のアーケード。自転車に乗り出前中の蕎麦屋の主人に扮した斉藤が前を、だらだらと自転車を漕ぐ若者に対し、道を開けなさいと注意するシーンで、打少全力走行の選手の映像に代わり涙ぐむ、斉藤がアップで映り、これが自転車だ。とセリフを言う。その時画面には、松戸経理明日から開催等と、字幕スーパーと、 アナウンスが流れる。現在はあまり放送されていないが、千葉テレビやテレビ東京、日本テレビで流れていた。その他建物が大きく清潔であることから、競輪の CM の撮影にもよく利用されており、入り口の壁にその撮影風景の写真が検出されている。レコード化はされなかったが、曲が完成した当時、関係者向けに宣伝用そのシートが配布された。 同じ千葉県にある千葉競輪場と近隣の鳥出競輪場との間では入場者の奪い合いにならないように開催日を調整しており台風等で開催が順延する以外は松戸競輪場と2馬が一緒に本場開催されることはい、元に千葉と鳥手の開催が重なることは多い。これを利用して従業員の共有を行っており松戸競輪場に勤めると 自動的に、取り手、千葉のどちらかでも働くことができ、ビッグレース開催時には、千葉経臨場から応援を呼べるため、開催側従業員側双方に、メリットがある。1959年6月23日、第5レースの着順判定をめぐって、八百町騒動が発生したことにより、施設破壊などの事態を招いたばかりか、主催者側が騒いだ一部の客に対し、 車代と称して一人当たり千円を渡していたことが発覚した相乗、暴動事件である松戸事件が発生した。この事件後、下記の通り影響が出た。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。